商品レビュー専門アバンテックの提供です。もう今家電とかみんなリモコンですよね。テレビもリモコン、エアコンもリモコン、扇風機とかもリモコン、ヒーターもリモコン。もう座ったまんまで移動しなくてボタンを押すだけです。もう何でも座ったまんまリモコンで動かしたいんですよ。でも古い電気製品リモコンじゃないんですよね。そうすると何が起こるのか。電源入れっぱなしにしてしまうんですよ。照明器具とかヒーターとか扇風機、スイッチ入れたらもう気が向くまでずっと電気が入ってる。これもったいないですよね。めんどくさいからこまめに電源を切らない。まあこれしつけだと言われたらそれでおしまいなんですけど、リモコン社会だから仕方ない。でもこちらを使えば諦める必要ないですね。古い家電製品をリモコン対応にする装置です。構造は非常にシンプルです。こちらですね、コンセント3つとリモコン1つ。こちらがリモコンですね。非常にスタイリッシュですね。何か北欧の電気ブランドって感じです。それを意識してるのかな。あとはこちらコンセント、このリモコンを操作するとこちらをオンオフする。これだけのシンプルさです。コンセントに挿す。で今回この電球使います。この電球のプラグはこれですね。それこのリモコンでオンをすると電球がつく、オフで消える。これだけですね。で付属するコンセントは3つですけど、リモコンの方は5個まで対応しますね。このコンセント増やせば5個までの電気製品を操作できますね。あとリモコンの電池が切れた、またはリモコンが壊れた、ここのボタンで電源を操作できます。リモコンが手元にない時も便利ですね。まあ、こうなってれば大体わかりますからね。これがついててボタンがついてれば、あ、これで電源入れるんだ、切るんだ、わかりますね。まあ、あと注意点として、電源入れたらすぐ動作するもの、それじゃないとダメですね。例えば主電源入ってもその本体のスイッチを操作しないと動かないもの、そういうものはダメですね。だからあまりハイテクなものはダメです。ローテクな電気製品、昔の電気製品に使ってください。まあハイテクな電気製品だいたいリモコン対応してますからね。中途半端なハイテク製品っていうのがダメですね。いわゆるアンティーク家電と言われるもの、そういうものだったら使いますね。昔の扇風機、本体のスイッチを入れっぱなしにしとけばあとはリモコンで操作できますからね。途中で首振りにしたいとか風の量を変える、それはできないですけどね。高い位置に光る看板とかインテリアにつけた場合、いちいちそこまで行って切らないといけない。だからずっとつけっぱなしにしてた。これもアバンテックのコンセントがあれば解決ですね。必要な時だけつけて、それ以外は消しとく。省エネだし家電も長持ちする、いいことですね。あとは全部を一気に切りたい、その場合オールオンオールオフがあります。帰ってきた時一発で全部つける、寝る時一発で消す、できますね。非常に便利なコンセント、ぜひ使ってみてください。アバンテックの提供、商品レビュー専門でした。